七夕を楽しんでいるのは人間だけではありません。今日太白区の八木山動物公園ではニホンザルに笹飾りがプレゼントされました。このイベントは仙台七夕祭りに合わせ毎年行われています。子どもを中心に来園者たちが長さおよそ8メートルの笹に短冊に見立てたバナナや人参などの餌を飾り付けていきます。笹が猿山の頂上に取り付けられると猿たちは笹を駆け上ったり揺らしたりして餌を取っていました。野生では木の上で生活し葉を食べるというニホンザル、笹の展示を通してより本来に近い姿を見ることができるといいます。めっちゃなんか高く飛ぶところとかいろいろなところに行けるところすごいと思う。訪れた人は歓声を上げたりカメラを向けたりして軽快な猿の動きを楽しんでいました。